ディアーズはピーチピットによる電撃コミックをに連載された漫画作品およびそれを原作とするアニメ作品とプレイステーションに用ゲーム作品。原作はピーチピットにとって初の長期連載作品で全発刊。ジャンルとしては典型的なエブリデイマジックラブコメディ。小春高校育現課ディアーズ本部地球に不時着したタナストという ナノディアーズの組織。ゼロナンバーズ階級。ディアーズは生まれつき階級が決められており、それによって、どのような奴隷になるのかが決まる。だが、実力次第で、シープ種からドッグ種にもなれるようなので、人種とは意味合いが違う。また、シープ種とドッグ種では、機体の結晶板の形が異なる。役職ディアーズのコミュニティにおける仕事の役名。階級によってなれる役職が異なる。 文関連役職に含ませているが、厳密には役職と言えるのかどうか不明 UHF アニメとして2004年7月11日から9月26日に放送。放送中2話テレビ未放送1話の全13話。なお、第1回放送の1週前には特別番組、ディアーズ前夜祭り初めてなんですを放送した。DVD 版第一巻には先日の特別番組が、 収録されているほか、初回限定版には、イベントや声優陣インタビュー等を収録した、特典ディスクも付いている。放送開始前に発行された電撃コミックガオの付録 DVD に、ディアーズ PS 二版ゲームの紹介やアフレコ風景等が収録されている。エンディングテーマは、出演声優によるユニットパペンズが担当している。DVD 版のみの回を含めて、 全13回の短期シリーズのため、全体的に早足な展開となり、話も原作の途中で終了となっているが、老彦の両親をはじめとする、地元商店街の面々やみゆの、ホームステイ先の老夫婦の出番が大幅に増えるなど、昔のアニメでよく見られた、調な内もの作品の風味が強められているのが、大きな特徴となっている。第10話は、TV 放送はなし。 DVD にのみ、収録初回は特別番組、ディアーズゼニア祭りから、初めてなんですを放送。出展は2004年8月中旬から9月上旬。時点のものとするリリーヌ・リリーヌ役の中原舞と、ルルーナルルーナ役の清水愛による音楽ユニット。謎の宇宙人ユニットということになっており、CM や CD ジャケットでは、奇抜な衣装と背景で登場した。 プレイステーション2用ソフトとしてメディアワークスから2004年6月24日に発売セロ15歳以上対象血な役を桃井春子が担当した月刊コミック電撃ガオ2004年2月号にディアーズのメインキャラが他種でピーチピットが連載しているロゼンメイデンとゾンビローンのメインキャラと共演しているおまけ漫画が掲載されたコミックスの 第6巻に掲載、パペンズに関するカテゴリー、ありがとうございます。